豊中市立岡町図書館は大阪府豊中市にある市立図書館。豊中市内で最初の公立図書館である。動く図書館という一部、クルの巡回貸し出し拠点、子供文庫や読み聞かせグループなどの団体へのサービス、展示図書館としての機能も有する。3階の参考室には行政資料や地域資料コーナー。2階の貸し出し室には名誉市民。 山田幼児ライブラリー医療情報コーナー1階の子供室には世界の子供の本の部屋がある。玄関前には峠三吉の人間を返せの紙費がある。1945年3月に開館。当初は市役所教育課に併設され、1947年10月に桜塚元町に独立開館した。1958年10月、 岡町北52に移転して一部開館、翌年1月に施設改修が完了して全面開館した。この時、岡町北に移転したことが、岡町図書館という名称の由来であるが、正式に、岡町図書館となるのは1975年7月に、省内図書館が開館してからである。1992年5月に建物を改修した。 鉄筋コンクリート作り4階建て地下1階。外観 BM 社古子供室に世界の子供の本の部屋がある。世界46カ国の児童書を集めて1992年5月15日に開設されたもので市内の小学校教諭の遺言で寄付された1500万円で整備された。2011年住民生活に光を注ぐ交付金を活用して医療、 健康情報コーナーを設置。資料を充実させるとともに、健康増進課が主催する健康カレッジの会場へ出張して、関連資料の展示と貸し出しを行ったり、私立と夜中病院と連携して、図書館を会場に医療健康情報レクチャーを開催している。ありがとうございます。